町の路地の喧騒の中、3匹の寂しげな子猫が通行人に向かって懸命に鳴いています。この場面に遭遇した最初の心優しい人は、無力な子猫たちを熱心に里親を求めていると勘違いし、同情と気遣いに圧倒された。しかし状況が進展するにつれて、善良な人は何かが違うことに気づく。子猫たちは家を求めて懇願しているのではなく、緊急の助けを求めて合図を送っていたのだ。彼は子猫の泣き叫ぶ声を頼りに、はるばる探検に出かけ、ついに隠れた隅で窮地に陥っている母猫を発見し、救出現場に入り、空気はかすかな血の匂いと病気で弱っている生き物独特の匂いで満たされ、目の前の光景は胸が張り裂けそうになった。母猫は隅にうずくまり、体は骨と皮しかないほど痩せ細り、絹のように滑らかだったはずの毛並みは乱れ、土や汚れに染まり、特に痩せ衰えているように見えた。母猫の目は深い苦痛と無力感に苛まれ、体力が極端に弱っているにもかかわらず、それでも懸命に警戒を怠ることなく、傍らの子猫たちを守っています。もともと頑丈だった甲子は腫れ上がり、変形し、海洋になった皮膚、ウミとかサブタが絡み合い、悪臭を放っています。海洋の周辺は赤く腫れ上がり、熱を帯びていて明らかに深く海んでおり、骨もぼんやりと見え、傷のひどさを物語っています。母猫が体を動かそうとするたびに、わずかな震えでも激痛が走り、苦しそうに声を上げた。瀕死の状態の子猫を見ると、その状況も同様に悲痛でいっぱいです。その子は小さくて活発で機敏であったはずの身体は今では球状にねじれ、手足はなすすべもなく広げられ、異常な硬直状態を呈していた。体温は氷のように低く、呼吸はほとんど聞こえないほど弱く、時折腹部が緩やかにうねるだけで、その生命がまだしぶとくもがき続けていることを証明していた。その子の口の端には乾いた血の跡があり、おそらく痛みに耐えられず噛んでしまったか、病気による内出血の跡だろう。母猫と子猫の怪我や病気は衝撃的で、彼らの苦しみと救助の緊急性を静かに物語っていた。小さな傷跡、弱々しい喘ぎ声の一つ一つが、親切な人々に手を差し伸べ、再生への希望を与えるよう求めています。このような危険的状況を前にして、心優しい人は躊躇することなく、母猫と瀕死の子猫を同時に抱き上げ、生死の境をさまよう彼らを救おうと、しっかりとした足取りで最寄りの動物病院へと走った。3時間、ようやく医療スタッフが母猫と子猫を死神の手から救うことができた。心優しい人は医療費を全額負担してくれただけでなく、母猫と子猫を自分の家に引き取り、永住させるという心温まる決断をしていたのです。その人のきめ細かな世話のもと、母猫とその子供たちはかつての恐怖と絶望を徐々に癒し、かつての虚しさと苦しさが幸せと希望に変わっていった。彼らの物語は片隅にいる無数の野良猫たちの困難な生活を映し出す鏡のようだ。野良猫たちは毎日苦難と戦い、生き残るための意志と生命力はなくではならない。彼らは扶養家族を持たず、飢えと寒さの災難に耐え、儚い命が現実の無慈悲に奪われることに常にあります。このような無邪気で小さな生き物を前にして、救いの手を差し伸べ、彼らが経験した寒さと孤独を温かさと愛で満たされるべきではないか。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。